皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日ご紹介するお料理はシャクシュカというお料理になります。もともとはイスラエルが発祥の、イスラエルの卵焼きみたいなものなんですけれども、ニューヨークですとか、今世界中でインスタグラムを通じて、特に女優さんですとか、ハリウッドの女優さんとか、そういった方で健康に気を使われる方が、アレンジをしやすいということと、野菜がたくさん取れるということで、有名になっているお料理になります。10分もあれば作れてしまうお料理なので、今回はご紹介しようと思いました。早速食材をご紹介していきます。まずパプリカが1つ、玉ねぎが1つで、今日はエリンギを1パック使うんですけれども、1パックも必要ないです。で、あとエリンギって独特の風味がありますので、もし苦手な方はマッシュルームとかしいたけとかしめじとかでも構いません。で、トマトのホール缶が1缶、そして、溶けるチーズ、ピザ用のチーズでも構いません。で、卵ですね。卵はそうですね、一鍋で3個ぐらいのイメージでしょうか。ご家族が、例えば4人家族であれば、1人に1個卵が渡るような感じで考えていただければと思います。まずはパプリカと玉ねぎ、そしてきのこをみじん切りにしていきます。このように玉ねぎ、そして、パプリカと、ちょっと下になっちゃいますけど、エリンギ刻み終わりました。フライパンに今、オリーブオイル大さじ2を入れてあります。火をつけて、先に玉ねぎだけ入れて炒めていきます。玉ねぎが透き通ってきたら、パプリカときのこを加えていきます。で、私はアレルギーでダメなんですけど、ニンニクがアレルギーがない方は、この段階でニンニクを一緒に入れてあげるとより風味が増すと思います。玉ねぎが透き通ってきたらパプリカときのこを入れてさらに炒め合わせます。全体に火が通ったらトマトのホール缶を1缶加えて潰しながら炒め合わせていきます。で、この時に、塩、それから胡椒で、このシャクシュカはアレンジがいろいろ可能なんですけれども、今日はベーコンやソーセージなどの肉類を入れてないので、うまみが少し足りないので、あれば顆粒コンソメを小さじ1ぐらい入れていきます。味を見ていただいて、大丈夫であれば、グツグツ煮えてきて混ざり合わさった状態で弱火にします。ここで卵を個数分落としていきます。こんな感じですね。で、卵同士がなるべく触れないように、落としてください。このような感じで卵を、間隔を空けて離すことができたら、最後に、チーズをのせていきます。今回私はスライス型のチーズを使っていきますが、ピザ用のチーズ振りかけていただいても構いません。で、チーズをのせたら、蓋をして、今弱火にしてあるので弱火のまま3分経てば、出来上がりになります。今卵を落としてチーズを入れて蓋をして弱火で3分経ったところになります。チーズが溶けて卵が半熟で、いい感じで美味しそうになりましたね。最後に乾燥パセリがもしあれば、彩りでかけていただくと美しくなると思います。本来このシャクシュカというお料理は、パンにつけて食べていただくものなんですけれども、卵を中心に、お皿に取り分けてご飯と一緒に召し上がっていただいても、ヘルシーで野菜がたくさん取れますので、いいと思います。よろしければやってみてください。今日はシャクシュカというイスラエル発祥のお料理のご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。